皆さんこんにちは、ティーチングプロの石井亮介です。本日もハンズゴルフ鈴木さんにお邪魔をして撮影しております。先日ですね、コブラの LTTX これ LTTX LS を試してるよっていう動画を上げたばっかりなんですけど こんなのも買ってしまいましたっていう本日のお話でございます。よいしょ。何を隠そう、スワーレングスってやつです。じゃん。一応ね、通常のこの LTTX 9度なんですけど、このツアーレングスは 10.5 にしました。多分僕が 10.5 を買うって、まあ本当珍しいというか、まあ、最近あの低スピン系のヘッドで 10.5 を試すことがちょこちょこ出始めてるんですけど、 LTTX の LS を、まあ、通常版の方で打って、まあ、いくらロフトがこれ9度、まあ、実際 8. 何度とはいえですね、まあまあ低スピンで、まあまあ低弾道で、高い球打つにはちょっとこう、アッパー気味に打たなきゃいけないみたいな感じのクラブなんですけど、まああまりにもその性能が良かったのと、何を隠そう、シダル TV のですね、小山さんも、この LTTX のツアーレングスを買ったというですね、まあそんなこともありまして、じゃあ僕も買ってみようかなということで、新橋になります、ジーパーズさんに行って買ってきました。今回はジーパーズさんのスタッフの方にも僕って気づいてもらえてですね、あのいろいろお話をしながら買ったんですけど、実際9度のモデルと 10.5 度のモデルどっちにしようかなと思って両方とも並べて選んだんですけど、今回は 10.5 を選びました。結果的には大正解だったと思っております。僕が実際コースで打って本当にボール浮かないなって思うので、 10.5 で、多分 10.5 のヘッドでこんなに浮かないなって感じたのは記憶にある限りこの数年はないです。いくらそのヘッドが低スピンのクラブだよといったところで 10.5 を選んどけばとりあえずボールは浮いてるんですけど、このコブラの LTD に関しては、特にこの LS に関しては 10.5 でもまあまあな低弾道ライナーな感じで、上げようと思って上げられないことはないんですけど、通常版がですね、これ日本版とか US 版で違ったりするのかもしれないんで、ちょっと細かい情報はないんですけど、まあ、僕がこの GDO さんで買ったトライショットしているのが、ウェイトがね、10g と 3g がついてるんですよ。ちょっとこれ、今度ギアサポートに持って行って、ちょっとヘッド重量とか全部測ってみようかなと思ってるんですけど、まあ、10g と 3g のウェイトが入ってるんですけど、今回のツアーレングスの方ね、長さが 44.9 インチなのかな、ちょっと短いやつだと思うんですけど、これはウェイトが 14g の 6g、まあトータルでここに 20g の重たさがここに集まってるっていうことになります。これがだって 13g でしょ、まあ、プラス 7g、 まあそれだけでもまあまあね、重量が前に来てるっていうのがわかると思うんですけど、打感は正直、じゃあ重くなったから柔らかいとか硬いとかっていうのはあんまり僕は感じなかったです。どっちも今回のLTDX の LS はコブラのこのドライバーは、まあ、特にもともとこのなんてミーニングの入ってるフェーズになってるこの過去何台か結構高い柔らかい感じはもともとしてるんですけど、まあそれに変わらず今回の通常版と比べてもまあいい感じの柔らかい打感なんですけど、いかんせん本当棒玉です、浮かない。だからまあ僕が求めてたっていうか、まあそういうのを期待して買ったので、まあまずは狙い通りだなと思っています。ジーパーズで買って、ビニールついたまま、そうそう、インスタグラムで僕がジーパーズで買い物したよっていうのはこれです。青い袋をあげたと思うんですけど。で翌日ゴルフ場に持って行って、まあラウンドでレッスンするときに、おもむろにビニールを剥いてですね、で、ティーショットパンパン打ってたんですけど、いきなり投入しても、まあそんなに問題もなく、小山さんもこのシャフト別に悪くないからこのまま使ってるよって言ってましたけれど、まあ僕はせっかくだからなんかシャフトを用意しようかなと思ってはいます。ただヘッドがあまりにも重たいんで、長さ短くするとして、じゃあどういうシャフトにしたらいいかなっていうのはちょっとこれからあの各所で相談をしようかなと思ってるんですけれど、ただあんまりね、小山さんも言ってましたけど、あんまり褒めすぎるのもねどうかなと思うんですけど、まあ少なくともちょっと刺激の強い、まあ、魅力的なプロダクトだなとは思っております。
どっかで目にする機会があったら、ぜひ一回は試してみてもいいんじゃないかなと思うのと、あとロフトはちょっとあんまり見え張らない方が本当にいいなっていうふうに、僕なんかも思います。僕が散々スピンが多い多いよって言いながら、これで打って、コースで打った時に1900回転とか1800回転とかバンバン出ますし、長さがちょっとやっぱ短い分だけちょっとヘッドスピード落ちるんですけど、でもトータルの距離に関してはそんないつもとそんな遜色ないというか、低スピンでこう打ち出したとこんなに球飛ぶんだねっていうのを改めてちょっと実感をするそんなモデルでございます。色もこの青い感じ、まあこれは好き好きなんでしょうね。結構僕この黒のマットのこの感じもかっこいいなと思って好きなんですけど、まあちょっと青いのも変化があって面白いかなと思います。これウェイト外したらヘッドの重さってどうなんですかね。ちょっとその辺もね、本当ね、買ったばっかりなんです。買ってラウンドでレッスンをして、その翌日から僕は福岡にレッスン会で行って帰ってきての今日なので、何にもこのクラブまだ分解したりとか一切してないんですけど、せっかくね、こういうのは情報が早いうちの方がいいかなと思って今日撮影を今しているんですけど、例えばウェイト外してヘッド本体の重さとかちょっとこれから測ってみようかなと思っています。実際のねリアルロフトも 10.5 って書いてあるけど何度かっていうのも測ってみたら違うかもしれないし、でもほんと棒玉でね前のめりなボールが出ます。だからフィン量が多くて困ってるよっていう方がいらっしゃったら、まあ一回試してみていいんじゃないかなと。試して損はしないと思います。今年本当ローグのシリーズ、ステルスのシリーズ、まあドライバー結構ね話題作多いんですけど、改めて販路がねちょっと少ないんで、そうそうあちこちで買えるもんじゃないみたいなんですけど、コブラのドライバーすごいなと思っています。まあ私事ですけど、去年2021年、あと2020年、クーマさんからウェアの提供いただいてて、まあその時はコブラのクラブね頼めばすぐ使えたはずなんですけど、クーマの提供がなくなってからわざわざコブラのドライバーを褒める理由はあんまりないんですけど、実際まあ打ってよかったので、まあその辺は本当、まあそういう意味での忖度もなしで、良かったものは良かったよっていう、そんな感じの動画でございます。正直上から見た感じ、構えた感じ、まあ、ヘッドのシェイプですよねは、まあ、テーラーとか、まあ、ウリ2つと言ってもおかしくないぐらいと思うし、まあ、ちょっとここに 縦筋が入ってるのがね、まあ、コブラらしいっちゃらしいんですけど、でもほら最近ねここにクラウン部分金属で、ここカーボンでって、正直いろんなメーカーさんもね出してるんで、まあそんなに目新しさはないとは思うんですけど、で打ってる感じ、取り回しの良さみたいなものもテーラーとかそれこそヤマハのドライバーみたいな、まあ本当綺麗な顔の本当オーソドックスですよね。そんなにこう木を照らってる感じもしないし、極端に重心距離が長いとか深いとかそういうのを感じることもないです。まあ、コブラといえば重心距離が長いとか深いとかっていうイメージがすごい強かったんですけど、僕今回このウェイトを、重たいのがもともとヒールにあって軽いのが遠側にあったやつをラウンドちょっと捕まっちゃうなと思って反対側にひっくり返して重たいものを先にするぐらい、そもそもの設定としてボールは割と捕まりやすいなっていうふうに思っています。なので特別どれかに似てるっていう感じはしないかな。極めてオーソドックスなシェイプで、あの取り回しもいいんだけど、なぜか極端にスピンが少ない、なぜか極端にボールにこう弾道に違いが出るっていうのが、だからこそねこんな短期間にですねわざわざヘッドを2つも、まあ、買ってるというか、まあ、これはね借りてるというか、ね、返すかどうかわかんないですけど、まあ、これは実際、買いました。はい、ゴールデンウィーク中来店割引っていうのがありまして、店頭価格より 10% 引きっていうクーポンを使わせてもらったんですけど、はい、10% 引きで買いました。だから5万円ちょっとだったかな。本当ね、買ったばっかなので、今月5月のラウンドはちょっとこれを多分対応するんじゃないかなと思いますし、ちょっとシャフトもね、まあ、これはこれで正直良かったです。だから、このまま使ってもいいかなって思ってもいます。ただまあ、せっかく買ったからには何かいろいろしたいなと思っていて、で今ギアサポートの羽鳥さんにコブラのスリーブを何個かちょっとこう手配してくださいってお願いを今しているところです。ヘッドがね極端に重たいので、まあ、長くするのは難しいと思うんですけど、どの辺の長さにするか、まあ、これ、まあ、もうちょっと長くするのか同じ長さにするのか、スピードが出づらいのでちょっとその辺をどういうふうにしようかなっていうのを考えてはいます。
あとはおそらくですけど、ヘッドがまあちょっと極端に重たい分だけ、シャフトのまあ硬さっていうか、それもちょっと柔らかく感じちゃうのかなと思うので、まあ、その辺もシャフトもちょっとこうしっかりしてるやつを入れて、逆に重たいヘッドでたわませるなんていうこともあるかなと思ってるし、今僕がちょっとピンときてるのは、僕が昨年使っていたロディオのヘッドは、市販のベースよりちょっと重めにヘッドを設定していたので、まあそのヘッドに入れた天性 1K ホワイトを入れてみるっていうのは、まあパターンとしてはありかななんていうふうに実はちょっと思ってはいます。コブラの LTDX の LS でツアーレングスをおすすめする人は、まあとにかく何を打ってもまずスピン量が多いよっていうパワーに自信がある人で、ドライバーがちょっと苦手です、ちょっとこう長いクラブ苦手ですっていう方なんかが、まあ、短いので取り、まあ、それをこう触れて、ヘッドもね割と球捕まるので、極端なスライサーだとちょっときついかもしれないんですけど、ちょっと球捕まんないんだよねぐらいの方だったら十分に使うことができるかなと思います。とにかくまずスピンを減らしたい人、あとはやっぱ力がある人だと思います。パワーがなくて触れないですよっていう方にはちょっとこれはおすすめはしたくないなと思います。ただヘッド重いっていうの特徴の一つなので、シャフトを何かリシャフトすることを前提だったら、このヘッドの重さを生かす組み方みたいのはもしかしたらあるかもしれないですね。いわゆるちょっとオールドゴルファー、昔のヘッドが重たいヘッドでゴルフをやり慣れてる方で、重たいものをこうなんか例えばまあ極端にスチールシャフトとかね、しなりが出ちゃうやつ、意外とねウッドにスチール入れるとしなるんですよ。だからちょっとこう重ためだけど柔らかいみたいなシャフトをうまいことタイミング取って使える人なんかは場合によっては使えるかもしれないです。何にせよヘッドが重たい、まあウェイトが重たい、スピン量が少ないっていうヘッドをどういうふうに使うかってことを考えながらクラブのセッティングができる人には一回試してみてほしい、ちょっとこう個性がちゃんとはっきりしてるヘッドかなというふうに思います。普通に考えたらそこそこパワーがあって、ヘッドスピード僕が通常の長さでこれで48とか49とかっていうヘッドスピードで打ってる感覚で打った時に、こちらのままのスペックで打つと45前後になります。44から46の間ぐらいのヘッドスピードになってしまうので、ヘッドスピードがまあ通常の長さで打つよりもまあ1、2、ひどいと3ぐらい下がるっていう前提でこのクラブのスペックを決めていくと面白いんじゃないかなと。本当でもスピン減るっす。今さっきここで打ったんですけど、さっきも1930回転らしいです。280ヤード軽くポン飛んでます。ヘッドスピード45で打ってますけど。スマッシュも出やすい。ミート率、今 1.49 とか 1.50 とか結構何回も並んでましたけど、まあそういった数値がこう、まあ割とポンポン出るので。で、なおかつ、これはまあシダル TV でもあのお話ししたと思うんですけど、ここのフェースもね、あの CT 値がどこで打っても割と高いよみたいな、その、新しいテクノロジーというか、フェースの裏側の厚みを変えることでみたいなのも、まあ、正直裏側がどうなってるか分かんないですけど、打った時に割とどこで打っても初速が出るので、まあ、そういう意味においてはやっぱりこう新しいクラブどんどん進化していくんだなっていうのを実感していただけるんじゃないかなと思います。あと個人的に好きなのはここのスリーブの中で結構まあ捕まえるドローにしたりとか、カチャカチャのね調整幅が結構大きいんです。だからそれもなかなか面白いかなと思っています。LTDX の LS のツアーレングスを使ってて、僕が唯一、もう本当に唯一心配してるのは、シダル TV の撮影に影響が出ないかっていうことで、ツアーレングスこうやってバンバン打つじゃないですか。でね、通常の長さを持った時にね、初めて長尺を持った時のような、こう、長っって思うので、それだけが心配かな。実使用する分には、すごいこう、便利な、ティーショットギアとしてはすごいこう、優秀な。あれ使っちゃってると別に僕ミニドライバーいらないなって今思ったりもしてるぐらい、ミニドライバー、そう、ミニドライバーの、要はヘッドの重さがある、それをこうなんか打ってるっていう良さみたいなものが通常のヘッドの大きさでできるので、ちょっとこれは面白いなっていうふうに思っています。ツアーリングスで LTDX はあったんですよ。あとはね、ソールが真っ黒のね、ブラックバージョン。ジーパーズにまだありました。あれ僕いつ行ったんだ ?5 月の1日か2日に行った当時には、今あるかはわかんないですけど、これ撮影時点で今5月の6日。はい。ジーパーズのオンラインの方の部にはもう売り切れてしまっているという情報を、入荷の時にはお知らせしますみたいなボタンが、今ありましたけれど、実際ね、
日本の販路だとビクトリアゴルフさんでしか今売ってないのかな、他にもあったらごめんなさい、なんか一応そんなところでしか売ってないっていうのはちょっと聞いてます。でもそれは通常のこっちの色のバージョンだと思うんですよね。ツアーレングスってこれ US 版だけなのかな、ちょっとその辺ごめんなさい全然調べてないんですけど、じゃあやっぱりちょっと別個なんでしょうね。小山さんが買っていろいろ話聞いてて、多分なんか白山さんも買ったって話シザル TV のメンバー全員買ったんじゃないかと思うんですけど、とても、はい、面白い。何にせよこう特徴がすごいもう明確なので試してみたいなってそんな風に思ったネットでございます。まあちょこんな感じでですね、また何か新しいクラブ買ったりとか、あとはこのクラブいろいろシャフト変えたりしたよとかっていう話はしていきたいと思いますんで、今後ともですね、あのいいねボタンとチャンネル登録を押しながらですね、あとコメント欄にいろいろコメントを書いていただければなと思います。なるべくコメント返したいと思っておりますが、ちょっと最近バタバタしてるんで落ち着いてのんびり返したいと思います。今後ともよろしくお願いします。また次の公開でお会いしましょう。ありがとうございました。